さあ始まりました、花よりバーバーの上手です。よろしくお願いします。初助商店ゴーゴーカレー横川店さんにやってまいりました。今回は大食い企画で挑戦するメニューは唐揚げタワーです。いや、やばいでしょ。めちゃめちゃ揚げ物が乗ってますね。今回は唐揚げタワーを完食したいと思います。頑張ります。花よりバーバー、お待たせしました。いや唐揚げタワーでーす。すいません、エッフェル塔みたいなのが初助商店自慢の唐揚げがまず2種類、醤油の唐揚げと塩の唐揚げ、はい、ロースカツ、あとメンチカツ、あと有頭エビフライ、あと頭のついてないエビフライ、エビフライ、あとウインナー、ゆで卵が入ってます、はい、皆さん、あとチキンカツも入ってます。めちゃくちゃ重いです。もう詰まってるって感じします。もう出せます。あ、器の重さも入れて、重さは 2.5 キロです、ね、揚げ物が2キロ、あとは一応、はい、まあ、健康にも気を使ってますので、はい、キャベツ 500g。 ありがとうございます。はい、揚げ物で2キロ、なかなか効かない表現ですよ。これ一人で完食された方って今いらっしゃるんですか？いるはいるんですけども、はい、大食いを生業にしてらっしゃる。YouTube 拝見させてください。生業としてないでしょ。あなた他の全部は多分ないんで。ちなみに、唐揚げタワーを注文すると、白ご飯、この白米とカレーソースが、無料で、食べ放題、かけ放題ということです。まあ、ありがたいですよね。早速いただきたいと思います。いただきます。じゃあまずちょっとこれはどこから手つけていいのかわかんないですけど、これメンチカツかな。いや、でかいっすね、メンチカツも。待ってください、めっちゃめちゃうまいですこれ。サクサクだし中ジューシーだし。じゃあ続いて、これ初助商店ですか、自慢の唐揚げということで、塩味になります。うわ、これや、これ肉汁がすんごい閉じ込められてるんですけど、しかも大きいのにめちゃめちゃ柔らかい。肉汁で唇がめちゃめちゃ潤ってるんですよ。で、唐揚げ続いて、醤油味いただきます。塩とは違って、醤油のキリッとした味がすんごい立ってて美味しいです。うわ、これちょっと待ってください。ご飯いただきます。幸せですね。こんな唐揚げタワーってこんだけの揚げ物があって、でなおかつカレーソース、これ味変もできるんですよね。ディブにめっちゃ優しい店。あんのかなこれ。あ、ちょっとエビフライ、よいしょ。わ、ちょっと崩すの怖いで、よいしょ。うわってお皿に乗らない。お皿に入らないってこれすごいですよね。で、頭付きのやつの3本で、普通のエビフライが4本、身もぎっしり詰まってますね。カレーもこのかけ放題ってめっちゃありがたいですよね。携帯電話じゃないんだから。はい、ペン入ったところで。カレー付きです。いただきます。もう世界中全員好きなんじゃないこの味。発見しちゃったんですけど、デブの大親友マヨネーズを、うわぁ、うわぁ、やばいな。うわぁ、これすごい、たっぷりかかった。いただきます。大当たりだ。うまっ。マヨネーズと唐揚げ切り離せないみたいな。マヨネーズも唐揚げが生まれたから生まれたみたいな、そういうとこありますね。うまい。これが、チキンカツ、めっちゃ分厚いですね。ロースカツ、いや夢のタッグですねこれ。ちょっとやんちゃなことしちゃいます。すいません。たまんまずチキンカツの
柔らかめっちゃめちゃ柔らかいロースカツイエス。え、これめちゃめちゃうまいぞ。どうすか、網で丼になります。これやんちゃらとしあやさみです。いただきます。唐揚げとはね、いつの間からできたんですかね。本当に高校生くらいに出会ってたらちょっともう今その体じゃ済まなかったと思うんですけど。もうカロリーの暴力で脳活性化されてる感じ。めっちゃやばい。なんか全然そこ見えないんですよ。全く、え、え、これそこない。食べてるはずなんだよ。ちょい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 埋蔵金じゃん。いやいやいや、見つけちゃった。いやいや、見つけちゃいましたよ。え、あ、こういうこともしてんのか。唐揚げも野菜だ。最高だな、マジで。この埋蔵金の唐揚げ、いただきます。いいっすね。うまいっすわ。なんかお宝感ありますよね。唐揚げが埋まってるということもあるのかな。そう思うとめっちゃ楽しいですよ、これ。これ上乗ってるものだけじゃない。今日はカロリーのことなんて考えない。まあ普段から考えてないんですけど、カロリー表示はしないでほしいですよね。なんか現実知るとやっぱりちょっとびっくりする、辛くなっちゃう。この野菜の量ですわ。こっそりですよ。だって 500g あるでしょ。普通の飯ぐらい、飯以上にある。このテニス食べることによって今腹の容量も一旦ゼロになるんですよね。うん、今ゼロになったんで、まだひたすらちょっと食べ続けたいなと思うんですけど。埋まってますって。埋蔵金第2号です。めちゃめちゃ輝いてますよ。え、すごい食べそうだからさ、すごい期待してるし、おかわりもすごいご飯一かも炊いてあるので、もうどんどんおかわりして、カレーももう一口食べて。諦めないで。うわー、お滝に。揚げ物よりちょっと重いゲームで。でも半分までは、うん、それはすいません、こちらに、はい、体重の方は体重ですか。体重は105です。おお、お友達です。ありがとうございます。ありがとうございます。シンパシーを感じてます。何か一緒にチャレンジしたいと思いますんで。ちなみに酒井さんの服ってどこで買われてますか。服ですか、はい、服は大きいの専門のビッグワールドとか。あ、ビッグワールドのやったことある。4XL。 はい、はい、6XL。 やれー。次頑張ります。ちょっと頑張って、兄として頑張ります。行きましょう。あそこメンチカードちょっといただきます。どんぶりは完食いたしました。こっちに集中したいなと思います。続いて、埋蔵金2号をいただきます。やばいっす、やばいっす。埋蔵金第3号です。これめっちゃでかくないですか。これ一つ見つければ大金持ちクラスのやつですよ。あ、
だから本当にだから唐揚げも多分野菜の一部だと思ってるんですよ。だからこれ やばいな。目の前にクリスマスバケットめちゃめちゃ良くないですか。超お得なの。なんか揚げ物食べてるのにこっちにうまそうだな。あ、集中してばよ。さあ、今エビを食べ終わったんですけど、すいません、ギブアップで。ギブアップ。はい、ということで神では、唐揚げタワーの、エビフライ、ウインナー、卵と、揚げ物半分は、完食できたんですが、ここで、ギブアップということで。無理です、すまない。ありがとうございました。あのご飯食べたのがすごかった。いやー、すいません、だいぶ盛りました。あれ食ってそんだけ食ったらもう、あー、デブ失格だ。すいません、ちょっと残っちゃった分でちょっと持ち帰ってできますでしょうか。はい、大丈夫です、させていただきます。すいません、ありがとうございます。はい、すいません、今日はありがとうございました。ありがとうございます、またお願いします。してます。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。